一の鳥大宮神社は、栃木県栃木市宗者町にある神社。式内社論社下屋国宗者。旧社各は、県社。古くは、下野家宗者大名人、宗者六所大名神矢島大名神などの別称があった。松尾芭蕉を奥の細道に登場する境内の、室野屋島が知られている。主祭人廃止新社殿では、主人天皇の時代に、豊木入彦の命が、 東国平定の折に戦勝と人心平安を祈願し、当時から広く、名を知られた室の屋島に、主神天皇が後とした、山和国式随日もろギグルに座した、大宮大臣を誕生したのが創建とされている。平安時代中期の縁起式神明朝には、下谷国津河軍大神社の記載があるが、当社をそれに充てる説がありその論者とされている。また、古代の国師は、 各国内のすべての神社を一宮から順に、順配していたが、これを効率化するため、各国の国府近くに、国内の神を合祀した僧者を設け、まとめて、祭祀を行うようになった。当社はそのうちの下野国の僧者に当たるとされる。当社の南方、約2 8トルの地には、下野正門の乱により、被害を受けたが、 藤原秀悟らの寄進により再建され、室町時代まで社殿は広く立派であったと伝える。しかし、戦国時代に、皆川広照の残兵が、当社にこもり、北条宇治直の軍勢が火を放ったために消失し、荒廃した。その後、徳川家光による、車両三十国と松の苗一万本の寄進などにより、1682年に、現在の形へと復興したという。 しかしながら、実際には、明治時代より、以前の資料で当社を明確に、大輪、または、大輪と呼んだものは発見されていない。実際のところは、都から使わされた国史が、山和国の大輪神社を別の場所で祀っていて、これが、下津家総社大明神に合祀され同化したといった説もあるなど、その歴史は、必ずしもつまびらかとは言い難い。明治維新後、 明治六年に近代社格制度において校舎に列し、明治四十年に新鮮平白涼共信神社に指定、明治四十四年に県舎に昇格した。九百二十四年に社殿の大改修、九百九十三年に室野屋島の大改修などが行われて現在に至っている。室野屋島室の屋島の前に立つ松尾場所の区秘室の屋島は古来の和歌などに、 歌枕として見られる地名。当社境内の地中の島をその後と伝える。奈良時代の昔から歌枕として都にまでその名を知られ、万葉集や古今和歌集をはじめとする多くの和歌集などに登場する。主な歌歌枕としての意味統治を訪れたとされる松尾芭蕉と空は奥の細道に室野屋島の由緒などを空のこととして記しているが、俳句は載せていない。 しかし、後年空が表した、徘徊かき止めに、場所をのくとして、いというに結びつきたる毛振りかなが記されており、これが、当社の境内に行く日として混流されている。現在見られる、室野屋島は、杉子立の中の掘割りに、小さな祠をいただく八つの小島がある。およそ八百坪ほどの庭園上の場所であり、水園や湧き水などは見られない。八つのほには、つくば、 天馬、鹿島、雷電、浅間、熊野、二良さん、香取の革命神が祀られている。神宮本社の愛、殿を祀る。境内者は以下の15社。室野屋島所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。